現代社会におけるコミュニケーションや仕事の在り方を提唱。ビジネススクールを展開する株式会社オンライン。得意とするのはコーチングや非認知能力の向上。では非認知能力とは何かというところなんですけども、非認知能力というのはスコアリングできない、測れない能力のことを指します。例えば偏差値であったりとか、英語力であったらトイックっていうような、点数がしっかり出ますよね。でそういった点数の出ない能力、目標達成する力、あとはコミュニケーション能力、こういったものを高めていくというプログラムです。多様化する社会においてビジネスチャンスを見出した白石社長。株式会社オンラインの強みは講師陣の層の厚さ。弊社ではやっぱりちゃんと結果を出す、この業界ではやっぱり多いのは、あの先生から学びたいみたいなことが起きやすいんですけれども、そうではなくて、やっぱりちゃんとカリキュラム、プログラムがしっかりしてるんで、そこで学びたいっていうふうになるように、2年か3年、それぐらいの期間をかけて講師を育成しているところです。企業の成長のきっかけの一つが、コロナ禍でのリモート需要。リアルじゃないとできないと思っていたプログラムをオンライン用に切り替えて提供することができたんですよね。日本だけじゃなくて海外に住んでる日本人の方も受講されたりとか、一気にこう広がったっていうのはあります。また新たに産学連携のプロジェクトも進んでいる。なかなか自分がコミュニケーション能力が何点かあったか分からないと思うんですけども、スコアリングできるようなアセスメントツールを一緒に開発させていただいたり、弊社のプログラムの受講前と受講後どのような変化が起きたのかっていうのを学術的に証明していただく。時代が求めるビジネス、白石社長の志とは。仕事が楽しい思えるような、そういったこう人生をこう提供していきたいなと思ってますので、今日本人の学習率っていうのはものすごく低い状態にあるんですけれども、ちゃんと学べば自分の人生豊かになるんですよっていうところをこうお伝えしていきたいなと思ってます。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。